修復会は、中華民国の大政家、政治家、本名修復会、王朝名政権の有力者、湖南省を生まれ、日本に留学し、第七高等学校増士館、京都帝国大学に学ぶ。この頃から、共産主義に触れるようになり、中国共産党とも接触を持つ。百二十一年に開催された、中共一大会議には日本への留学生を、 代表する形で参加した。しかし、1924年に帰国すると、中国国民党宣伝部秘書になり、共産党と関係を断つ。その後、北伐に参加し一時、王朝名の武漢国民政府に参画するが、その後は大気党の庇護を受け、紹介席の下で三民主義のイデオローグとして、活躍、国民党中央執行委員、党中央宣伝部副部長などを歴任。 1938年に王が対日和平を施行して重慶を脱出すると、これに従い王朝明政権成立に参加する。王政権成立後は行政院副委員長、財政部長、中央政治委員会秘書長、中央貯備銀行総裁、上海市長、上海保安司令、物資統制委員会委員長を歴任した。王朝明亡き後は、 陳君広が主席代理となったが、州は影の実力者の地位を固め、実質的な後継者とも評される。戦後官官として逮捕され、1946年11月7日に死刑の判決を受けるが、特赦により、1947年3月26日、無期時計に減刑される。特赦を発表した国民政府令によれば、減刑の理由は、 敵アだ幸福前後、よく稽古軍一体の秩序を維持し人民に途端の苦を受け締めず、社会の安全に貢献するところ少なくないとのことであった。1948年2月、南京で習慣中に告示した。彼の息子の収容会は共産党員となった。ありがとうございます。